ということで始まりました第9回クレーンゲームの腕自慢、本日は宮崎編でございます。今まで初めて行く店舗だったり、行って1、2回とかいう店舗がほとんどだったんですけど、漫画倉庫都城店は多分30回ぐらいは見てる、私がですね一番多分得意としてる店舗だと思うので、3回対戦したらまあ運ゲーとかだとね負けたりするかと思うんですけど、橋渡しが2回ぐらい来てたら多分どっちかは勝てるんじゃないかなというぐらい結構自信があります。ただちょっとハンデと言いますか、昨晩ですね我々結婚式があって2日酔いなんです30分ぐらい遅刻です。まあまあそこは置いといて、昨晩もじゃ先生がですね今日の意気込みを語ってくれましたので、うん、そちらをどうぞ。じゃあもじゃ先生、あの明日クレーンゲーム腕自慢に参加される方に向けてなんか一言お願いします。勝つでしょ。いや、カスやろ。カス。これカスから。明日宮古の城の結構上手い方たちですよ。勝てばいいんでしょ。もう勝っていただけると嬉しいです。カス。殺す。全部殺す。これいいのかな。はい、ということなんで、カスをこういうのも叩きのしてあげたい。もう一回からの推薦枠ということで、はい、あおりくんと対決していきたいと思います。これですね。うわうわ3本目。どれ行きたいですか。台湾キャッチャー行きますか。最近出たねこの日本初上陸っていう。100円2プレイやから2プレイします。せっかくなんで。なるほど、いいねいいね。え、やっぱ縁日堂チャンネル出てるから腕鈍った。一度ちょっとレベル低い。なんか社長の秘密っていうかさ、社長これやらかしたなみたいなエピソードあった。社長昨日あったんですけど、うん、いやダメすげえな。やばいっすね。おお、あ、これ。おお、まあ。十二回してるから。まあ。これとこれです。なるほど。今のが取りたかったんですけどね。奥から転がしたかったんですけど。すごいな。これはあえてやっぱちゃんとここからなら本当は根っこじゃないんだけどね。ああ。まあやっぱエンターテイナー。まだ時間はありますからね。操作時間の時間はあっても、もう一回チャンネルとして入れる時間はもうないかもしれないです。ヘイブちゃん。台湾でブルブルキャッチャーできる。やばい。なんかまずい。腕自慢出演希望すか。出たい。やる。おお。バカンボンでしょ。自信は？自信あります。三本詰めで俺得意なんで取ります。はい。ブリブリいきます。ちょっと飛んでたんで。持つ力はあるっちゃあるけど、運ぶ力はないですね。え、俺ダイジェストリーキーになるかもしれない。あ、捨てるかもしれない。かもしれんとおっしゃってたの、何を見てそう思われたんですか。もう手が引っ張ったんで、しっかり持てば来てるのかなと思ったんですけど、ね、この辺からね、ちょっとこう緩めていくんですよね。角速口で一気にパッて開いたら来てるみたいな感じだと思います。なるほどね。なんか今までやった感じですけど、
10回で取れた。ごめん、俺今日救済措置に行くかもしれん。なんか作戦あるの？いや、特にクレーンゲーム歴はどれくらいなの？1年ちょっと。なんかクレーンゲームが上手くなる秘訣みたいなのなんかある？センス？それかなんかレスリングみたいに、まあ、例えば膝狙って思いっきりタックルしてみたいな。いや、それちょっと寄せながら狙ってるんで、真ん中で寄せてるよね、今で。うわ、うまい、うまいの。いいね、これいけそうね。うん、マジうまい。おっ、うおっ、うまっ。めっちゃうまかったね。マジうまかった。いや、ちょっと待って。おっ、フィギュア。いいやん。ボコボコにしちゃって、はい、おお、あの狙い方もいいですね。ちなみにさ、1日で使った最高使用金額っていくらぐらいなの？2000円くらいか。だから100円にかける思いっていうのがさ、もう絶対大人より強いわけ。集中力やばそうだね。ゲーム店だからトリクル漫画だったんだね。そうなんだ。ここのいいところを10個言って。強いよね。ちょっと無茶振りやったわ。何で落とすんですか、最後今の。焼きたて。いや、うまいな。この後注目やね。3回でここまで持ってきましたからね。ちなみにどれぐらいの頻度でゲームセンター来るの？1くらいになってます。あー、なるほど。今日はまあ週1とか。いや、週2。そうしたらね、俺らより多いかもしれんからな。まとめてが多いもんね。フィギュアは結構得意なんだけど、ぬいぐるみに比べたら。でもさっきのプレイめちゃめちゃうまかったけど、これめっちゃ目覚めた。うまいよこれ。バーテーシー、アップは危ねー。俺もそこ狙ってた。今の一番狙ってほしいとこやったね。この後のフィニッシュ方法に注目ですね。もう縦はめでいきますね。寄せもしっかり。ちょっと待って、おもろい、いいんじゃない？いや、今めっちゃ攻めたね。攻め方マジ慣れてるわ、うまい。めっちゃうまい。うちのチャンネルで今みたいに景品に当てて寄せる人って俺しかおらんだよ。うち入るわ。最近俺やってますよ。誰か交代しようか、メンバー。最近俺やってますから、ちょっとまたいさせてくださいよ。お、いいね、スライドですか。はい、さあ、決めれるか。うまいぞ、これはうまい。うまいね。いやー、お見事。うまいわ。ここなんで見せてもらったんで。誰取れますよ。取れなかったら。いや、取れなかったらもう引退みたいな。もう坊主にしなさいよ、そろそろ。はい、おー、いいね。もうほんと3手ありえるね。ありえるね。今のね、マッチャー両手の機械かけます。あ、まあまあいいんじゃない。普通にハマりそう、また。角立つと。はい、おお、一気にね、スライドしてもいいと思うんだけど、またはめていきます。まあ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 、ただつつらかかるやろ。うまい、うまい。今のはね、俺スライド使ってたらちょっと帰りの車の中でぐじぐじ言ってました。あぶねえ。スライド行きたいんやったら、うん、もうちょっとこれぐらいやっぱ角度必要なんですよ、ね。うんうんうん、プラス角が浮いてたから、うん、縦にして、うん、ここからこう振ったら手前がちょっと沈むから、それでスライドにするといいかなと思ったんですけど、いや、決め切りましたね、もじゃさん。寄せもしっかり効いて今かかったんでしょ。あ、そうね、ぶつけながら入れるっていうのがね、うん、あと滑り止め全然効いてなかったんですよね。そうね、っていう感じです。ありがとう。近づくなるな。もじゃがね、今日ウォーミングアップ完了したんで。これで、はい、どう？出た出た出ます。行きます。よく考えたらいつも取りやすい景品の話しかしてこなかったですけど、クレイ歴どれぐらいなんですか？1年半ぐらい。おお、やばい。え、1年半ぐらい。はい、何、めっちゃうまい。ちょっと待って、俺これやばいかもしれない。やめて。あ、もうやめてほしい。ちょっと緊張で若干早く話しすぎたみたいな。
あーなるほど。え、今おいくつでしたっけ。今23です。23か。やばいやばい、まあ、これが縦はめでこの形やったらね結構いいんですけどね、右が手前にねじれるから縦はめがねちょっとしづらいんですよね。しっかりと沿わせて、あーこれはある、まだある全部。危ない危ない危ないですね。震えてます。え、前方ここでしたよね。大学の時は。あ、そっか、はい。今どちらなんですか。今が農で遊んだり、エンジンので。あ、そっか。そっちの方が合うんで多いですね。これどこで持ってます。さあ、5回終わりましたけども。あら。やばいですね。おろろろろ。やばいですね。勝てるかもしれんな。この手数やと。じゃあね。やばい。めっちゃ右奥に、ちょっと横にします。おやっぱ都の城裏切って縁日堂とか行くからじゃないですか。うまい。今ねめちゃめちゃうまかった。うまいね。角持ってたちゃんと。今の芸術点高すぎ。ちなみにさっき聞いたんですけど2手で取れるらしいです。あ、そうなんですね。だからもう2回で取れます。右側が重いんでしょ。あ、ちょっと奥すぎたかも。あ、やりた、うん、逆立てです。良さそうですね。え、お兄さんはクレーンゲーム歴どれくらいなんですか。一応4年とかですね。2019年から使ってますね。そうですね。クレーンゲームじゃなかったっすからね。これまでの使用金額っていくらぐらいですか。僕がいない時は6万5000とかですかね。今の完璧ミスです。はいはい。さあ、いきますよ、はい、これどうすか、寄せすぎ。いいんじゃない、肘からこれ、あれ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 、頼む。香川取ってますね。あー寄せすぎか、両雨で右爪もかけるような感じで、右爪がギリかかる位置で、はい、これいいんじゃないですか。なってるわ。いや、ちゃんと上手くなってる。車検ゲリオンのおかげで、すごいな。同じようなことずっと教えてたんですけど。やっぱもう一回教え方が悪かったよな。甘えちゃってたんだよ。やべ、勝っちゃったわ。うん、素晴らしい。ありがとうございます。交換するな、ほら、そこ。いや、都城のさ、実力者の方たちってさ、全然取れ高作ってくれないですね。なんじゃない宮崎の田舎人間どもはね。これいきます。はい。おお。前回のリベンジですね。確かに1回目からやりたくなかった。もう1回先選んでもらおう。おお。どうすか。多分この辺が視聴者さんも見たい方多いと思うんですよね。上手い人はどう撮るかっていう。多分このさ、ちっちゃいのとかさ出尽くしてるから、これはもう YouTube 見て勉強するのに、こっちもやっぱね、いろいろまだ開拓されてない部分が多いんで、これ僕たちもちょっと勉強させてもらいたいなと思うんで、じゃあこれでいきます。 OK です。クレーンゲームの撮り方教えるからさ、二日酔いの直し方教えてください。もう頭痛薬が一番いいよ。マジで本当に。昨日ね、めっちゃいいヘパリンって飲んだんですけどね、一番高いやつ飲んだんですよね。下から取ってフィニッシュで行こうかな。安全に行った方がいい気がする。がっつり横に進めていくのか。そうですね。グイッと。おお。どうですか。もう左側は落ちてますからね、この辺で。おお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 おそこでも行くんや。固まったらあれかなと思ったけど、もう行くよ。2回で行けば固まった。あ、そうそうそう。これ2手はね、えぐいと思うけどな。ぶっちゃけ何手ぐらい。僕はさっき3手でした。あー、あ、これ2は無理じゃないですか。BC っすか。BC じゃないっすよね。投げてくれればね。あ、すいません、あの、負けです。
ありがとうございました。ありがとうございました。僕たち圧勝すぎて。あ、そうなんですか。はい、まあ、僕たちはもうめっちゃ相性がいいっていうのもあると思うんですけどちなみに僕たちが知る中ではトップクラスにうまいお二人かなと、ね、何番目ぐらいですか。トップ5に入る。トップ5に入る。じゃあリベンジしますか。お、いいっすよ。いや、マジちょっと尺がね、足りなくて常連さんたちにビビって帰っちゃった人がいるんでリベンジマッチしたかったら都の観点のいいところマネージャーの前で言ってください。まず神経品なのにすごい取りやすい。おお、あ、答え答え。福さんが愛想が。おお、腰幅が広い。腰幅が広い。沼ってもしっかり声をかけてくる。ああ、それめっちゃいいことじゃないですか。 OK、 いいでしょう。行きますか。都の城のいいところ言っていいですか。まあ、今のもちろんそうなんですけどやっぱギャルが多い。視聴者の皆さん飽きましたよね、この撮り方もね。ほらもうやっちゃったらうまい、うまい。どれぐらいの頻度でゲームセンター行かれるんですか。12とか。あ、そうなんだ。基本土日に。全然スペルでも聞いてないや。いつもこんな感じじゃないっすよね。はい、違います。YouTuber 設定ですね。素晴らしい、お見事。対応力がやっぱすごい。もうバランスキャッチで終わりです。これはこれでいい形でなればもう逃げて決めれます。はい。ああ。すげえ。はい、じゃあお願いします。はい、まだフィギュア残ってるからね。すんげえ。うわ、ちょっと待って、これ曲げる可能性一番高いじゃん。真ん中でやります。これ、これ、これです。一緒に壁があるからあっちに行かんかな。あー、なるほど。揺らせてあっちに飛んでいかないでブロックして効果が。あー、来た、頼む。いやー、惜しいわ。あるね。いや、それすげえ。やっとなんかクレーンゲーマーらしいことがモザのクレーンゲームのプレイ見てて初めて楽しいと思ったぞ。あ、仕方ないですね、これはね。アドンデスです。いや、これで勝つ時が来たんじゃないですか。そうだね、うん。はあ、そっちからなんや。奥も滑り止め効いてないのかな。先逆立てるとか。あー、なるほどなるほど。おお、いいよ。勝てちゃダメなんですか。分かんない、ちょっと勝て狙ってね。おお、ちょっとやりごめん、やって疑問だったんですそうなんですよ、滑り止め効いてないときってそれが難しいんですよね、はめるまでが。うん、おっと、これは実はことしております。はまったらマジ終わりそう。なるほど、腕自慢ポイント出ました。さてし、はい。
いや、これツルツルして結構あるやん。でも右奥の角は腰の中入りましたしね。入ったらその後は多分早いっすよ。おえやめて。おっと、これやばい、これやばいね。滑り止めっすね、やっぱね。はいはいはい、ありそう。やばっ、マジで滑るため聞いてねえわ今日。予想できない動きするから面白いね。そういうこと、バーケースしっかりとしてパッていくだといいかな。マジでとか素晴らしい。おお願いします。これは誰も文句言わんすよ。いや、上手くなったねって言いますよ。滑り止め効いてない時の僕なりの狙い方なんですけど、まあ、パワー強い系だったら真ん中の方が動き出るんで、今みたいに真ん中を使う、あともうめっちゃ寄せる、あとはバー停止する、それではめるのが一番かなと。普通のチマチマした縦はめだといつまでたってもはまんないんで、まあ、今のはまあ真ん中狙って BC でしたけど、結果的になんか斜めにはまったりとかするような場所を狙ってたと思います。いや素晴らしい、森田先生上手くなってます。やっぱ東京行ってよかったわ。今度飲もう。はい、どうぞ。おお、右寄せからなんや。あ、でもちょっとね、傾いてますもんね。腰が傾いてるから、やっぱ見る視点違いますね、腕自慢は。おお、まあまずはめたいですね。そうですね。まずはまずははめる。何でおるんですか。おいおお、手前からですね。ちなみになんですけど、1日のフレンジの最高使用金額っていくらくらいですか。1万5千ぐらいですね。5千、なんかもっといってるイメージだった。行く回数を使う金額がちょっとちょっと少ない感じです。そうなんですよ。でもイベントの時は結構ね、そうですね、がっつりがっつり使ってる気がしますよね。おお、もう一回チャンネル登録。もう最高ですね。結構だっていい景品に当たって帰ってますもんね。あんだけ喜んでくださるんやったら、お店側の人たちも当たってくれて嬉しいわってめっちゃ言ってますもんね。お、投げろ。うわーい、ゴーゴー。まあ、とりあえず真ん中狙って上に引っ張った時にちょっと角にかかってはまるみたいな。違うんだよ。いや、もうそうだったら総合ケアもパワーを信じるっていうのがやっぱ大事ですから。ね、タイプってなさそうだ。入ってないね。やべ、あと2回ちょっときつくね投げるしかない。まあしょうがない、いいでしょ、2回でしっかり勝ちますんで。真ん中で、はいはい、おかしい、今回初。さあ行きますか。お願いします。ちなみに娘さん、どっちの味が好きなんですか。和食は味が好きかなと思って。これちょっと好きですわ。事故じゃますね。そうなるんや。こいつ邪魔やからな。この上には落とします。さっきこれ実はちょっとプレイしてたんで、縦はめの感じではめると取れないっていうのは分かってるんですよ、だから今手前側ではめてるんですけど。いや、あれじゃんこれ、あれどうせね。こいつが邪魔しなければ、押そうとしたらちょっと間違えて手が触れちゃって、一手半ですか。あ、そうですね。あ、まあまあまあ、いい。
ってラッキープレイ。さあここですね、ここ勝負ある、うん、あるあるある。いや、あれじゃない、いいじゃない、いいと思います。うまっ、よー、ほら今の綺麗やった、ナイスナイス。娘さんに、もっかいが取ったって言って渡してください。あー、やっぱそうですよね。え、やっぱ、でも、一点ありそう。あー、はまり方とか、はまり方ですね。あー、なるほど。もう、結構勝負してるじゃないですか。これいいじゃないですか。面白い。うん、うん、選択やばいな。振り方だったわ。すげえ。そこ狙うんですよ。そうっすよね。みんなそこですもんね。常連さんみんなそこ狙う。そっちも？そっちもいけるんですか？そっちもいけます。教えていただきありがとうございます。ゴルフの向きで決めてます。あ、なるほど。これいいかも。いやい、うわ、惜しい。いやー、カットでリーグにかけたいっすか。あー、ナイスね。めっちゃぬめりますね。やっぱみんな頂点で溜めてたら横ですね。おー、いい、いる、来た。うわー、横結構綺麗。よかったね。なるほど。振動でやっぱ揺れ、あれ変わるもんね。あ、これ揺らしすぎやな。でも入ったら、あーあーお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 ー、うわっ、もうじゃ信じる。お願いします。行き過ぎ、あぶねあぶね。ちょ行き過ぎやでよ。激しく当てた方がいいかなと思ったけど。なるほどなるほど。さあ、サドンテス行きましょう。はい、真ん中行きます。うわぁ、取られたらね。いや、うまいけどね。あ、ちなみにこれで勝利は、ただ、サドンデスがあります。さあ、ラスト1回。健闘を称えて、ありがとうございます。ありがとうございます。初めてイメージマンで自分たちのなんかちゃんとフォームで店舗の癖だったり傾向とかそういうのも知ってる店やったんですけど、どうですか、常連さんから。いや、めちゃめちゃうまいです。マジか、あれだ。一般の方からするとうまいって言われるんですけど、常連さんに勝てないんですよ。だから、こことかサープラとかいつも行くとこだったら、まあちょっと自信あるかなみたいな感じでやってます。ちょっとお互い高め合いながら、はい、ただ取りやすい台の情報をお願いします。
願いします。第10回を迎える前にホームでの対決となりましたが、第10回目の見たよという方はぜひ高評価の方よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。